ちの。太鼓鳴らしてました。テフ、ゴールド、グルード、グルードさん。ちょっとはっきり分かりませんけど、久しぶりに来ました。語源の、ホグラハイトネックですね。ホグラハイトです。で、今回は、ポジションマークはじゃなく、表がなくてですね、サイドに結構大きな、こんな感じで入れてくれてます。こっちだとでしょ、貝ですかね。かかるのか。これ何でしょう。はい、貝がサイドドットに入ってます。で、あとはですね、これが珍しく20、25、26ですね。もう一つ珍しいのは、長さが通常語源の弦は35インチなんですけど、これ34インチです。34の長さで26フレットまであって、で、またこのピックアップはですね、先に確認しておきましょうか。これは語源用のミュージックマンタイプで、X がついてるんですけど、このオレンジ色がついてる場合は、大体コイルタップができるんですよね。で、それがボリュームでコイルタップが今回になってますので、普通は、ちょっと上げましょうか。ここと、こう両方入っていますよね。で、引っ張ると、今回は、こっちがですね、前の方だけが有効になります。コイルタップですね。あ、ここですね。カツじゃない。アンドボリュームになります。で、こっちがバランサーですね。バランサー今回ですね。サドウスキーとかと同じように。こっちに回すとリアですね。リア。おさらいですが、上げるとコイルタップで、後ろのコイルキャンセルで、こっち向きにするとフロントで、これもハムなんですけど、これは多分コイルタップつな関係ないですね。あ、ハムかな、ハムかな、関係ないですね。これこっちのコイル、これは見てみたら PJ じゃなく、おそらく P だったんですよね。こっち側にあるでしょう。で、こっち側はない。で、上までありますんで、これは J ですね。こうだけで、まあ、こっちは拾うものはない。こっち上げてみても、変わりませんので、そうですね。コイルタップはこっち側だけで、ミュージックマンタイプでコイルタップができるピックアップと、J タイプですね。こっち側だけ。なので、これを上げると、こことここだけになります。はい。で、そしてこれがあとはバランサーとベース、トレーブルですね。これは、EMG の BTS がやってます。ちょっと鳴らしてみます。真ん中で。
先にイコライザーなのか。次じゃあ、どっち行きましょうか。こっちでフロントロンですね。J1 つ。シングルシーン、ハムじゃないですけど、ハムっぽくなりまして、これを押してリアだけにしてのまあこんな感じですね。この引っ張ってシングルシングルも面白いですね。カチカチ。
Thank you.